はようございます。すすめ YouTuber のトル君とブーちゃんです。本日はこちら南郷西六 HBN ビル1階カジュアルダイニングバーアロネ屋さんに行ってみたいと思います。楽しみですね。初見なんですげー楽しみですオープニングから初めてだから、ね、かなり初めてじゃあ行ってみましょう。はい、よろしくお願いしま す, しますではアロネ屋さんも行ってみましょう。楽しみですね。超楽しみ。結構なんかね、お料理も楽しいね、全然でね。ちょっと、こんなこと言えば、大丈夫かな。あ、ここですね。これはですね、はい。かっこいいですね。こういう感じでね、やってますので、ぜひ行ってもらいですね。ちょっと扉がちょっと特徴がありますね。ここなんか派手な感じでね、って感じですけど。はい。それでは、よし、行きましょう。レッツゴー。した感じのお店ですもんね。完全に、うん、もういろいろこうあるんですけど、まあもうダーツもあればゲームもあればカラオケもあればみたいな、カラオケもカラオケのルームがちゃんとあるんですよね、はい、大人気で、はい、うん、ビップルームみたいな感じありますんで、そちらでゆったりとかもしちゃうんですごいと思います。はい、なんかこうゆったり感、まあ団体で来てもいいし個人でも来れるし、うんうん、で料理の方もね結構いろいろ種類が、そうです、はい、こちらにも貼ってますけど、いろいろありまして、はい、ここでこれ食べれるのみたいなものを狙って、いつもご用意してます。はい、料理のクオリティ高いですね。なんかいろいろあってみたいな、うん、なんか食べれるし飲めるし遊べるしみたいな、うん、ここで全部収まっちゃう。すごいなんかメニュー全部見ても美味しそうな名前とかありやすい、うん、パッと見なんかすごいポップも綺麗だし、うんうん、あ、頼みやすいなっていうのはありますよね、うん、まあね、こうね、イケメンと美女を見ながら、ね、飲んで食べて遊んでみたいなね、いい時間を皆さんに過ごしていただきたいと思います。はい、失礼します。オクラの醤油漬けとさきいかキムチになります。はい、店長、こちらの方の料理の方はどうぞ。はい、こちらが、はい、女性に人気のオクラの、はい、まあ、漬物ですね。漬物で、ちょっと酸味を効かせまして、はい、やっぱり召し上がっていただける食欲が、ね、ああ、この際にあの増進するようになります。はい、ネバネバ嫌いな方にも非常に受けがよくて、あっさりっぽい感じです。そうですね、はい、ちょっとね、はい、僕が、さっきから、ま、コチュジャンあえって言った方が分かりやすいかもしれないですね、甘辛うまで、あ、もう酒が進んで仕方がない、ちょっと珍味系の感じで、はい、美味しそうですね。はい、はい、どうぞ召し上がってみてください。あ、はい、いただきます。じゃあ、オクラの醤油漬けの方から、はい、いただきたいと思います。うん、あ、いや、見た目通りあっさりしてて、ちょっと酸っぱみというか、はい、ある感じ、あっさりすごいいけますね。思っているよりなんか全然すごくなくて、さ、サクッと食べられちゃう感じですね。はい、はい、鰹節の風味もすごく効いてて、なんか美味しいですね。それでは、さきイカキムチいただきたいと思います。
こうやっぱりあのビールにすごい合いますね。そうです、うん、なんかこうコチュジャンの味がすごくこう合っててこうビールを欲しくなる味だと思いますね。濃いめの味付けにしてますんで、はい、ぐいぐいと流していただければ、はい、なんかすごくこれは酒が進む一品だと思いますんで、はい、ぜひ頼んでいただきたいですね。はい、失礼します。クリームチーズを使った4種のおつまみ盛り合わせになります。はい、あ、こちらもすごいですね、4種類これどれからいこうか迷っちゃう感じですよ。そうですね、まあ順番に時計回りで説明させていただきます、はい、こちらが自家製の、クリームチーズトールでございます、はい、まあ、デザートのような食感、滑らかな口当たりになってますね、上にごまだれかかってます、まずこちらから召し上がっていただきます。あ、はい、ではこちらの方からいただきます。ごまだれのないところからちょっとじゃあ味見していただきます。すごいなんかもうあっさりな感じだけど、こう後からこう抜けるほのかなチーズのこう香りがありますね。そうです、はい、デザート感覚で食べれてしまうビジネス感ですね。醤油いただきます。おソースがやっぱり濃厚な感じでまたちょっと違った味わいになりますね、一緒に食べると。はい、はい、この硬いものはこれもチーズですね。チーズで、はい、あ、これもチーズなんですね。滑らかな中に、はい、違った食感が加わるんで、あ、すごい、この3つ一緒にいくとすごいやっぱりこのハーモニーもすごいですね。ありがとうございます。すごく美味しいです、はい、最近人気ですね、秋田いぶりがっこ、はい、とクリームチーズでございます、はい、これまたちょっとビールの進みそうな一品ですよね、はい、はい、いただきます。これやばいわ、これこれは進みますね、はい、うん、あの最近燻製ブームなんで、はい、その火付け役といっても過言ではないですよね、うん、このいぶりがっこっていうのは最近あの、うん、取り扱ってるお店も非常に多くなってます、うん、まあもはや定番の一品って言ってもいいような、そうですね、はい、チーズの相性もまたすごいいいですね、はい、美味しいです。それがクリームチーズにチャンジャをかけただけのものでございます、うん、だけといういやでもだけっていうだけのあれはあるけど、まあそれはシンプルでも美味しいっていうことですね。そういうことでございます、はい、いただいてみたいと思います。よいしょ、チーズがないかな、いただきます。あ、これもまた違った感じでこう酒が進むような感じですね。なんかこうなんか濃厚な感じの、そうですね、はい、感じが、チャンジャ自体がかなり旨味の濃い、はい、品になってますので、はい、このこれをなんかまろやかにしているクリームチーズが包んでる感じですしますね、はい、4品目ですね、はい、そちらは昆布を刻んだものをクリームチーズに練り込んであります。あ、はい、なんかちょっと茶色い感じのですね。うん、なんかこういう味っていうのはなんか結構味わったことがないような初めてな感じがします。そうですね、はい、これはなかなか食べれるお店少ないと思います。昆布に含まれている旨味成分が、あのチーズの中に溶け出してその茶色い色になってますけど、まあその旨味が、うまく回ってますよっていう、全体に広がってますよっていう証拠ですね、そちらの色、これはぜひここでしか食べれないと思うんで、ぜひもらっていただきたい一品ですね、はい、はい、
わけでこの4品すごい全てなんかこうちょっと創作的な、ね、ものもありながらこう定番もありながらこのなんかこうつまみが進む感じがしますね。ありがとうございます。渡ります。こちらがマカオスタイルケーキになります。すごいですね。ジュージューっていう、こちらこうハサミで切りながらこう、そうですね、豪快に、はい、豪快にあれですよね。はい、こちらは醤油と、そうですね、自家製のタレでして醤油に赤ワインを利かせます。はい、ああ、そうですね。まあほのかにさっぱりな、さっぱりな感じで、はい、あとわさびはお好みで使っていただきたい。はい、はい。すごいこれ、ちょっとどっから行っていいのかなぐらいのボリュームがありますよね。もうステーキにルールはないぐらいの感じですね。はい、そうですね、どれからでも好きなところから、はい、あ、じゃあで、もうちょっと、でちょっとレア感が出るところもね、美味しそうですよね。赤いですね。うん、このぐらいが多分すごいちょうどいい焼き加減というかね。まあ、お好みで焼き方はやっぱりね、やってもらえると思うので、はい。タマさんはレアで。私はやっぱりレアですね。いやー、カウエルガンかっつらレアですね。はい。タマさん自体がレアだから。肉食男子。あれ、なんかこのちょっとシチュエーション見覚えがあるみたいな。青木さん、肉食なんですね。一応肉食ということにしてやりましょう。便宜上っていう。はい、よいしょ。あの野菜も一緒に食べます。そんなに大きくて食べれるかな、食べれるかな。これちょっと最初はじゃあわさびでいってみようかな。はい、じゃあわさびからつけてね、いってみます。よいしょ、いただきます。うん、美味しい。ありがとうございます。うん、美味しい、いいっすね。これ旨味と甘みがこうやっぱりすごいですね。あの、中落ちカルビという部位が、うん、非常に面白い部位でして、はい、適度に歯ごたえがあって、うん、柔らかい部分もあり、うん、赤身のにあの旨味が堪能できるんですけど、うん、場所によってはですね、サシが非常に入ってるっていうか、うん、いいとこ取り、ああそうなんですね、のあの部位でして、うん、いろんなこう部位のハーモニーがありますね。そうですね、非常に好評いただいてます。美味しいです。ちょっとこれをタレでね、いってみたいと思います。よいしょ、じゃあね、また大きいとこ行きます。大きいとこ行きます。ビランチャなんですから。いただきたいと思います。特製のタレで、はい、ビランチャだな。口大きいな。喋れるかな。うまい。ビールで流しましょう。頑張って噛んでるのは分かるけど放送事故になっちゃいますよ。あー、うまい。なんかこれは調整ダレがまたすごいあれですね、あの濃いめな味なんだけどあっさりしてるみたいな、すごくない。そうですね、ね、はい、まあ、すごい、またこれマッチングがすごい美味しいですね。醤油と赤ワイン、うん、それからわさび、うん、牛肉に間違いなく合うんで、
個人的にはこうタレつけてわさびを乗せて、あ、ぜひぜひぜひ、はい、美味しさがありますね。うん、じゃあこれ、はい、つけます。はい、からのこれのおいてのわさび、はい、塗っちゃうね。はい、いただきます。やべえなこれ白いご飯欲しいこれおいしい。うん、またこう特製ダレにアクセントでわさびが入るとまた全然また変わったものになるっていうか、つながり味わいがありますね。うん、いくらでも召し上がっていただけると思います。うん、これで 200g の量ですけど飽きずに全然食べれちゃう感じがしますね。もっと多くてもいいぐらいの。ワンポンドぐらいだったら。ワンポンドぐらい全然いけちゃいますね、はい、これ。はい。これぜひってこう頼んでいただきたい一品ではありますね。なんかこうボリュームもあるし、お腹空いてる時はやっぱりこう行くとね、何かプラスアルファでご飯物とかもあるとすごい美味しいと思います。はい。もうアロネさんいっぱいメニューがありますんで、はい。まあ、この他にもなんかいろいろありますんで、ぜひこういうとね、お肉と一緒になんかご飯物とかなんかいろいろねサイドメニューも頼んで食べてみたら美味しいと思います。失礼します。エビ油そばになります。はい。あ、このすごいですね。ボリュームが結構ある感じで、見た目がすごい綺麗ですね。こちらは、当店のナンバーワンメニューの油そばを、まあ、巷で今話題のエビラーメンの手法を取り入れて、エビ尽くしで作ってみました。はい、このマヨネーズ一味がね、こう散りばめられて、あと小エビさんと。そのこうね、エビさん、ぷっぷりのエビさんがね、乗ってる感じで、すごい美味しそうです、ね。女子受け狙ってる。見方はちょっと。これはちょっとね、見た目でもう頼んじゃいますよね。とりあえず、いただきます。よく混ぜてお召し上がりください。あ、はい。じゃあ、ちょっと、混ぜて。もう下にタレが。あ、タレがね、出てきてますね。はい。はい、もう全体混ぜちゃって。全体的に変えますか。はい。はい、丁寧だな、混ぜ方も。こうやっぱこういうね、仕事的な繊細だな。やんちゃなのにだな。肉食系なのになって。おじゃ、あ、これね、すごい、こう、この匂いがもうすごくいいですよね。そうです、ソースとの、はい、どんな匂いですか。香ばしい、こう、エビの香りと、あとソースの混じった匂いがね、すごい食欲をそそります。はい。よいしょ。こちらをね、ゆっくりにざっとね。まず麺の方をいただきたいと思います。いただきます。うん。麺も変わってますね。こう固めの、そうですね、はい、太麺で、太麺で、固めに茹で上げまして食感を大事にしてます。はい、うーん、ソースの辛みのね味がまたすごいいい感じで、うん、うん、あ、そうですね、この濃厚なソースとこのエビの風味が2つありますからね。エビも2種類あるんで、小エビのこういう鼻かじという感じと、あと一品のエビさんのこう肉厚な感じのね、食感と、これ男性でもすごい満足できる、そうですね、濃厚な、はい、味になってます。美味しいですね。一言でも、うん、何ですかって言われたらエビです。エビ推しの油そばですね。エビラーメンとかはね、よく今ありますけど、エビ油そばみたいな、そうですね、なかなかないんで、はい、これはすごいアイデア作品というか、うん、美味しいです。ありがとうございます。これもぜひお試しください。